幕末には多くの志士たちが活躍し、庶民の間でも様々な出来事がありました。しかし教科書や歴史小説では当たり前のことのように嘘や勘違いが混ざっているのです。例えば坂本龍馬が起草した船中八策、本当にこれは龍馬の考えだったのでしょうか、などなど。今回は幕末の知られざる真実を紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧になっていってください。チャンネル登録してくだされば幸いです。それでは行きましょう。大政奉還の真実。大政奉還において坂本龍馬は活躍したとされています。中でも龍馬が起草したとされる船中八策は、戦もなく誰も血を流さずに大政奉還を実現するために書いたとされる文です。明治政府の基本方針として出された五箇条の御誓文は、この文を参考にして作られたと言われています。しかし実はこれは龍馬の考えではないとの見方もあります。現在では龍馬の師である勝海舟や佐久間象山、横井翔南から教わったことを要約しただけとの見方が強いのです。これは司馬太郎が書いた龍馬が行くのイメージが一人歩きしているのだと思われます。確かに龍馬が行くは大河ドラマ、漫画など様々な媒体で展開され、現代日本に大きな影響を与えました。では史実の龍馬は大したことないのかというと、もちろんそんなことはありません。歴史学者は、坂本龍馬の本当の価値は、長同盟は船中八策ではなく第三の道を考えていたことにあると言われています。徳川家を中心に公武が対応して新勢力を築こうとする勢力と、薩長を中心に新政府を作ることを目指す2つの勢力がありました。しかし龍馬は別の道を模索したのです。薩長など大きな藩の陰で小さい藩の人たちはどう考えているのか。一つの勢力が中心になり政治を動かすのではなく、みんなの意見を参考に国を運営できないものか。この考えは議会制民主主義と言われ、1950年代にアジア、アフリカ、ラテンアメリカなど様々な国で取り入れられます。驚くことに龍馬は100年も早くこの考えを持っていたのです。もし龍馬が考える第三の道が実現したら、明治維新はどうなっていたのか。現代の歴史学者はそこに重きを置いているようです。脱藩は重罪ではなかった。脱藩は死罪を受けるほど重罪で、家族も相応の悲惨な扱いを受けた、そんなイメージを持っている方がほとんどではないでしょうか。確かに江戸時代前期は脱藩に厳しく、脱藩して他の地域に行き浪人になろうにも要所には関所があります。実際には関所で押しとどめられて断念する人もいたのです。しかし実のところ江戸時代末期には予算不足などによって関所の取り締まりは緩くなります。脱藩した時の処罰の重さは、脱藩した理由や脱藩した人が後継ぎかどうかが関わっていました。坂本龍馬や中岡慎太郎、高杉晋作のように、幕末には志を遂げようと藩を抜ける志士が多く、実際には脱藩に寛容だった藩もあり、手続きを踏めば合法的に脱藩することもできたのです。ただしこの手続きには時間がかかり、許可が下りないこともしばしばありました。そのため許可なく脱藩する藩士もいましたが、全国指名手配とまではいかず、また捕まっても大きな罪とはならないことが多かったようです。例えば吉田松陰は友人との東北旅行の際に長州藩から移動許可がなかなか下りず、待ち合わせに遅れるからという理由でしびれを切らして脱藩したそうです。しかし江戸で捕まってしまい、武士身分と収入が没収されてしまうという厳しい罰が与えられましたが、藩士の計らいにより10年間の国内遊学が認められたのです。関所も箱根などの交通の要は機能していましたが、中には藩の境を示す杭が打ってあるだけの場合もあり、取り締まりも厳しくなかったため脱藩者が増えたのです。私的には脱藩は死罪になるのではと思うくらい厳しいものと思っていたため、この話は意外でした。騎兵隊の厳しい実情。高杉晋作は長州藩の首脳を説得し、近代的な西洋式の騎兵隊を編成しました。隊員は身分に関係なく募集され、足軽や最下層の武士や戦闘経験のない農民、町民までもが参加したのです。幕末の騎兵隊というのですから、志の高い藩士が中心の近代的な部隊というイメージをお持ちになられるかと思います。しかし実際のところ隊員内では厳しい身分差がありました。また
藩の防衛を志した士気の高い兵ばかりというわけでもなかったのです。騎兵隊の隊士の半数は武士が占めており、農民4割、その他1割という割合でした。武士でない者は匹夫と呼ばれ、身分により着る服も違っていたのです。結成当時、騎兵隊は思ったほど人が集まりませんでした。そこで藩は農家の次男坊、三男坊など家の後継ぎになれない若者に目をつけ、脅しをかけたり強引に徴用することがありました。村や町の鼻つまみ者が仕方なく騎兵隊に入隊することもあったため、訓練に耐えきらず脱走する者もいました。しかも騎兵隊は藩の正規部隊とは折り合いがつかず、ある時には正規部隊の屯所である享保寺に押し寄せ、大使の一人を惨殺する事件を起こしています。しかし身分を問わず集められた部隊でありながら、騎兵隊が果たした役割も大きかったのです。第二次長州征伐では長州藩軍の主力となり、戊辰戦争でも政府軍として戦果を上げています。しかしその後、騎兵隊を含む長州藩の部隊は解散が命じられ、大使たちはクビになりました。最終的に5000人を超える隊員のうち、新たに結成された常備軍になれたのは上級武士2000人だけだったのです。ええじゃないかは倒幕派の工作だった。1867年8月から12月にかけ、東北地方から中国、四国地方で天からお札が降ってくるという噂が広まり、噂を聞きつけた人々はいいことが起こる前触れだと、ええじゃないかと連呼して踊り回り、街中を熱狂的に巡りました。これは現実から目をそらそうとして起きた集団ヒステリーだと考えられていました。天災や物価の高騰、砂漠派と倒幕派の抗争、そのストレスが庶民の中で爆発し起きた狂気的な事件と思われがちです。しかし実はこのええじゃないか、長州藩や薩摩藩を肯定する林声があり、政情不安を煽るために倒幕派が札を撒き散らし、庶民のパニックを誘導したと言われています。先導者がいると考えられているのは、この騒動が一箇所ではなく複数の地域で起きたことが根拠となっています。初めてお札が撒かれたのは1867年8月でしたが、岩倉具視の伝記岩倉口実記によると、12月9日には大政復古の大号令発令とともに収まったといいます。また A じゃないかの歌詞は、長州さんのおのぼり A じゃないか、長と薩摩と A じゃないか、一緒になって A じゃないかというものがあります。薩長に都合のいい声かけがたまたま上がるとは考えづらいですね。この時には長州藩兵が倒幕の機会を伺い、内出の浜に上陸し、薩摩や秋の兵も上陸の機会を伺っていました。しかし大阪に集結している幕府軍は数で劣り、まともに戦えば突破は困難でした。こうした状況を打開するために、ええじゃないか騒動を起こし、民衆の動乱を隠れ蓑にし、挙兵の機会を伺っていたと考えることもできるのです。一揆は丁寧に行われた。米屋への打ち壊しや商人の家を襲撃した一揆、略奪に苦しんだ民衆たちにより死人も出たという無秩序な破壊をイメージする人が多いと思います。ところが一揆は手続きやルールがあるなど、実はかなりお行儀よく行われていたのです。一揆が暴徒化したのは戦国時代から江戸時代初期であり、江戸時代中期頃からは一揆は暴力的行為を慎む傾向が強くなりました。こういった流れから幕末には全国的に秩序が生まれていました。例えば武器として槍を持ってはいけないというルールなどがあったのです。人を殺すために一揆を行うわけではないからです。農民たちは刀狩りの影響で武器を持っていないと思われがちですが、実際には刀は免許制で持つことが可能でした。また狩猟用の鉄砲を持つ人もおりましたが、これらの武器による殺傷は禁じられ、実際には使われていなかったのです。略奪や放火も禁止され、違反者は同じ農民に厳しく処罰されました。さらに社長たちは一揆を起こす前に奉行所に願い出るという決まりもありました。不作だったので年貢を減らしてください、災害で土地が崩れた部分は免除してください、こういった申し出をちゃんと行っていたのです。また百姓たちが抗議を起こすのは領主による扱いが非道だった場合がほとんどでした。明和の一揆では領主が百姓たちが納めた米を質が悪いと突き返したのです。百姓たちがやっとの思いで再度納めた米を領主は地べたに撒き散らし侮辱したそうな。百姓たちはこういった行為に我慢できず、奉行所に申し出てから一揆を行ったそうです。さらに農民たちの要求は受け入れられることが大半でした。農民からの年貢が幕府や藩の財源だったので、農民が逃げたり武力蜂起を起こされることを恐れたのです。古べき写真は捏造。
明治元年10月から11月に撮られたと言われる古べっき群像写真。アメリカ合衆国に移民したオランダ人のグイド・フルベッキとその子息が撮影したといいます。フルベッキは在米オランダ改革派協会から1859年に日本へと派遣され、幕末から明治初期の1898年に亡くなるまで日本で過ごしました。そのフルベッキ写真は親子を44人の志士たちが囲んでいます。幕末明治の偉人たちが集結するばかりではなく、なんと若き日の明治天皇まで写っているという極めて貴重な写真です。しかしこの写真には曰くがあるのです。例を挙げると、まず幕末に敵と味方に分かれている人物が同時に写ってしまっているのです。長州藩の木戸孝允や土佐藩の中岡慎太郎、この時期には幕臣であった勝海舟などが同時に写っているのは不自然だとして合成写真説を唱える見方があります。さらに言うと、すでにこの世を去った人物が写っていることを疑問視する声もあります。例えば1867年に亡くなった坂本龍馬や高杉晋作です。現在では技術も進み、写真に写っているのは長崎の知恵館の学生たちだと判明しています。例えば岩倉具視の息子友貞と友常の兄弟などが写っています。一体なぜ偉人たちの集合写真として広まってしまったのでしょうか。原因の一つはある雑誌にあります。昭和49年に日本歴史という雑誌において、フルベッキを取り囲む幕末の志士たちの写真として大々的に取り上げられたことがありました。雑誌には学術的な根拠はありませんが、夢のある写真として広まるには十分すぎる要素を持っていました。幕臣にはドラマ性があり、小説の題材としても人気があります。それだけに夢のあるデマを信じてしまった人が多かったのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は幕末における嘘や誤解にスポットを当てて解説してみました。幕末には多くのロマンがありますよね。それゆえに誇張されたり、そもそもデマだったという場合が多いというのも納得がいきます。皆さんの知っている幕末の誤解についても、ぜひコメントで教えてくださいね。このチャンネルでは、歴史にまつわるオカルトやミステリーをあなたに紹介していきます。今後も見てくれる可能性が 1% でもあれば、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。